はい、どなた？まとこです。もとちゃん？のぶひろ、もとちゃん、無事だったんだね。やったよ、もうね、みやって一体誰よ。なによこれ、ちょっと変な子、一面の猫。一体これは何なのよ。いや、実は。お久しぶり、もとちゃん。わっ、私が二人いる。みんな静かにしなさい。こちらがあの新井もとこさんよ。猫たち、もとちゃんがあんまりミヤにそっくりなんで驚いたんだな。ミヤ？あ、それだ。え？私そのミヤって子に間違われて誘拐されてひどい目にあったのよ。ちょっとのぶひろ、一体ミヤって何者なの？え？もとちゃん、オタクまだ気づいてないの？え？私がミヤよ。ほら、人猫と吸血鬼の根血児のミヤ、もとちゃんにウリ二つの。ああ！今頃わかったの。あまりにとろいんじゃない？じゃあ。そうよ。もとちゃん、私のシリーズ途中からずっと放り出してたでしょ？ごめんね。それはいいけど、とにかくもとちゃん、今後も気をつけてよ。なんて言ったってもとちゃんを誘拐した連中、まだあなたのこと私だって信じきってるでしょうからね。ねえ、あの連中一体何なの？まあ、こっちとしても正確には把握してないんだけども、諜報機関の一種であることは間違いないだろうね。あ、でも、CIA クラスの大物じゃないから安心しろよ。CIA、すごい。大丈夫。これからは前にも増して、一郎にしっかりボディーガードさせるから。でもどうしてあの連中、そんなにミヤのこと狙ってるの？あら、意外と現実認識能力がないのね、元ちゃんって。呆れちゃった。うん、生意気。連中、ミヤのことサイボーグかなんかと間違えたんだろうね。ミヤ並みのサイボーグやエスパーを作り出す技術は、現に研究段階だし、完成すれば絶対にペイするからね。軍隊ではああいう人が喉から手が出るほど欲しいはずだ。ミヤ並みのサイボーグ一人いれば、まあ、言うにグリーンベレー1ダースには匹敵するからな。よかった、私ミヤじゃなくて。何言ってんのよ、元ちゃん。あ、はい。あなたね。ほんと困った人ね。私を喉から手が出るほど欲しがってる連中がよ、あなたの正体を知ったら。それこそ喉どころじゃない、胃からでも腸からでも手を出すほど欲しがるだろうな。なんたってもとちゃんは創造主なんだから。あ、前にもタクに同じようなこと言われた。私は VIP だって。そうだよ、分かってるんならもう少し自覚持ってほしいね。軽はずみな行動は控えるように。軽はずみって一体私のどこか？ああ、あの、そういうすぐ向きになるとこもね、注意してください。アモール、遅くなってごめん。アモール、お願い、アモール離してよ、殺さないで。もらいを離せってんだよ。あら、タク。アモール。タクったら遅いんだもん。ライオンさんに遊んでもらったのよ。あ、遊ぶってあの、あんた誰？タクちゃんよ。男、女。はい。ねえタク、あなたを待ってた間にライオンさんといろんなお話したのよ。あ、そう。ライオンさんね、タクはきっと私のこと迎えになんか来ないって言ってたの。私に捨てられたんだって。ちょっとからかったんだよ。人間の相互信頼ってやつを壊してやろうと思ってね。人間のじゃ信頼も愛情もすぐ壊れるだろうって。見くびられたもんでしょ、私たちも。ふふふって、アモール。あんたそんなこと言われてよく平気ね。私が迎えになんか来ないって？アモールを見捨てたって？へっ、バカにしないでよ。げっ、あの、ライオンさん、その、太宰治先生の走れメロスという小説をお読みになれば、このような状況から人間が、いかに、その。タクったら何を怖がってんのよ。ライオンさんもうすぐ悪ふざけするんだから。なんか嫌な感じ。私ね、タクはきっとなんかの理由で遅れてるんだって、さもなければうっかり忘れちゃってるんだって言ったの。
悪気はないのよって。そしたらライオンさん、悪気がなきゃ何でも許されるっていう、そういう人間の甘っちょろい感覚で動物革命なんてやったら、あと凄まじいことになるだろうって。どういう意味ですかそれ。地球上の主権を人間から奪って動物に渡すというのは、人間にとっては恐ろしいことだよ。なぜ？ほんの一瞬の、ほんの小さなミスが命取りになる世界を作り出すことになるからね。人間って、例えば待ち合わせの時間に10分遅れたとしても、ごめんごめんで済むじゃない。遅れたからって待ってる人の命に関わるとか、そんなことって人間の世界にはありえない。でも動物の世界はそうじゃない。ちょっと油断したシマウマが俺たちの餌食になるような、そんなことはザラにある。まあ今のぬくぬくと甘やかされている人間には、そういう世界は精神的にも持たないだろうな。私怖かった。確かにライオンさんの言う通りかもしれない。それはまあ、人間は弱いけれど、でも人間には知恵があるでしょ。だから全動物の中で一番偉い。でもタップ、考えてみて。その人間が作った世界、それが今、その今に反発して私たち動物革命を起こそうとしている。この子があんまり考え込んじまったんで、ちょっと言い過ぎたかなと思ったよ。動物革命の動機となったもの、動物園の動物がかわいそうだ、保健所の猫がかわいそうだ、その感覚は正しいと思う。いや、むしろ俺なんかにとっては青臭い考えだとは思ったが、正直言って嬉しい気がした。私ね、タク、気がついたらライオンさんのたてがみを撫でてた。なあ、おっとろしいこと、アモール。うん、不思議なことにちっとも怖くなかった。人間の知恵の産物である武器がなかったら、人間ってこんなに弱いの。なんかそういう、私って人間をライオンさんに見せたかったみたい。それからこの子はいきなり俺の鼻の頭にキスして、びっくりしたな。そしたらライオンさんちょっと照れて、人間も捨てたもんじゃないなって。あ、もうライオンさん、もう帰っちゃうのかい。また会えるわ。あ、もうなんか、なんだか、あたし、一度。じゃあ、ラストの確認をする。ミアは、反応から猫の視力を連れて国会議事堂へ登るルート、分かってるね。え？道中あるだけの保健所を襲い、ついでに人間への G 行動を取る。質問！たっくん。G コードって何ですか？学。読んで字のごとく、威力を示すこと。ただし、我々の動物革命の場合は、攻撃に対する最小限の防御以外には、人間を傷つけることを禁止する。猫たちが東京の中心へ向けてパレードをしていき、先頭の猫が人間語で、人間に対する声明文を読み上げる。それだけで十分に G コードになると考えている。いいね。了解。ミア。他の方面のリーダーたちも分かってるだろうね。はい。黒が千葉方面から、ミケは荒川を越えて、タマは国立方面から、それぞれ東京へ入ってきます。よし。次。アモールとタクは、動物園の動物を片っ端から故郷へ返す。議長。タク君。エリマキトカゲはどうしましょうか。返してやりなさい。残念でした。日本の動物園にはいません。タク、あんたふざけてる場合じゃないでしょう。提案なんですが、アモール君。迷惑でなかったら、
アフリカのライオンの人グループが G 行動に加わりたいと言ってるんですが。ほう、ライオン。そりゃ演出としてはすごく効果的だけど、でもまあよくアフリカのライオンが参加してくれる気になったな。アモールったらさ、すっごいのよ。タク。ライオンの鼻の頭にキスしたんですってよ。チュッて、チュッチュッ。もう汚いな、唾飛ばさないでよタク。チュッよ、チュッ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 。一路ちょん、チュッチュッチュッ。タック。はい。君自分のすること分かってるだろうね。は、はい。君の場合は十分注意するように。誰かついてくる。いや、気のせい。でも警戒してしすぎるってことないわ。だって私は VIP。現に某情報機関に一度は狙われた身なんだから。人がみんな敵に見える。うん、あの愛想笑いをして手を振っている男、あれは何なんだ。危ない、気をつけるのよ元子。静かだ、私の心臓の鼓動だけが聞こえるよ。やばー、遅刻する。一限目出席取るんだ。すいません。はい。新井元子さんですか。はい、そうですけど、私急いでるんです。ちょっと来てほしいんですが。どこへ。あなた誰ですか。西谷と言います。西谷、何よこのおじさん。どこ行くかは来ていただければわかりますから。あなた、私嫌です。子供の頃から知らないおじさんにはついて行くなって言われてるし、道行かれてもあんまり親身になって教えてくれるとひどい目にある。これはね、経験上分かったことですけど。困ったな。もし私がですね、知ってるおじさんならあなた一緒に来てくれますか。それでしたら私至急あなたの知ってるおじさんになってきますが。は？いかがでしょうか。ね、たとえ知ってるおじさんでも事情が分からずにどこかへ連れて行かれるのは嫌なんです。では事情が分かればいいんですか。ダメですよ、お母さんが病気とかそういう古い手は。はは、なるほど、そういう手もあったんですね。なんなんですかあなた一体。いやー、困ったな。事情って言われても、あなたを殺したいので人目のないところ来てほしいなんて言ったらきっと連れてきてくれないだろうしな。今なんて言ったの。いやはや言ってしまいましたね。で、そういう事情なんですが、ついてきていただけますか。んな、いただけるわけないでしょうが。そうですか。では不本意ながら力づくてということで失礼します。えっ、あ、私は西谷ですよ。違う。